はい、よろしくお願いします。え今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第91弾やっていきましょう。で、問題8問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひ時間を計ってチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それじゃあ画面下げますのでお待ちくださいよ。もうちょい。これかな。オッケー。よっしゃ行きましょう。ではまず一番まあいつも通りね簡単な計算問題からいきます。マイナス七プラス九ですね。まあこれは特に括弧とかね最近多かったんですけど特にないのでマイナス七とプラス九くっつけるとまあ二になると。 マイナス7とプラス9を戦ってるイメージですよね。プラスの方が多いんで答えもプラスで9と7戦って9く7して2が残るみたいな感じ。で、次、分数です。で、これ普通にあのできる方多いと思うんですけど、私分数が本当に計算ミスが多いので、どのテストでも絶対2回やるっていうのが基本的にルールになってるんですね。で、ちょっとあの話がずれちゃうんですけど、みんなが入試本番でやってほしいことがあって、 もうね、いや、見直しなんか俺はしないと。私は見直しはしないで一発勝負で勝負するんだって方はいいんですけど、あの、見直しをね、後からするっていうことが前提にある方はちょっと聞いといてほしくって、例えば、これが問題用紙だと思,思ってください。みんながね、こう、テストの時に配られる問題用紙に、これさ、多分こうなってたら、こうやって約分しますよね。多分。で、1と2みたいな。で、こう約分して1と3みたいな。だから、で、プラスとマイナス掛け算だから答えマイナスでしょ で、32が6だからマイナス6って多分こうやりますよね。いや、これ正解なんですよ。正解なんですけど、あのね、1回目、1回目に問題用紙にこれ書かない方がいいです、これ。なぜかっていうと、これを書いた時点で2回目やり直しできなくなるんですよ。いや、できなくなるって言うと、いやいやいや、別にこの問題を違うとこにこうやって移して、例えばね、こうやってやればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、 おう、一回目問題を移すために、これ見ますよね。これ見るってことは、あ、こうやって計算したなっていう、さっきの思考過程、考えたその流れっていうのを見てるから、同じこと起こるからね。だから計算ミスをしてても、基本的に同じ答えが出てきちゃうんですよ。だったら、一回目に違うね、例えば問題用紙が2枚あったりとか、違うページもあるんだったら、一回目に違うとこに移して、で、解くんです、こうやって。 で、二回目は、そしたらさ、ここはま、まだ綺麗な状態残ってますよね。だから戻ってきた時に、二回目にこれをやればいい。書き込んで。で、こことここチェックして、一致してれば、まあ大丈夫かな、みたいな。だから極力、まあ普段の勉強の時もそうなんですけど、あまり書いてあるものに書き込まない方がいいです。一回目はね。まあこれは別に強制じゃないんだけど、俺はそうやって受験勉強ずっとやってて、こっちの方がいいなと思ったんで、まあよかったらね、参考にしてみてください。ちょっと長くなりましたが、3番行きましょう。 えー、カッコの前に3が、まあ、プラス4があるので、分配法則で配ります。こうやってね。配る。そうすると、えー、6x-3y です。で、まあ、これ見たときにね、あれマイナスじゃねえのかって思った方は、なかなかのね、こう、いっぱい練習してきた方だと思います。そう、このマイナスがね、非常に多いんですが、まあ、今回プラスなので、これも、後ろにね、分配法則。掛け算で配ってあげる。つまり、プラス 4x、えー X えー、プラス 12y と。 で、x 同士、y 同士は計算ができますので、x 同士計算すると、どう,どう、どここでいいかな。10x で、y 同士計算すると、プラス、えー、9y と。これが答えになります。いいかな。で、4番。またね、反比例です。最近いろんな問題やってるんですけど、やっぱり反比例が圧倒的に多いですね。こういうあの、最初の正門集合のところ出てくるのはね。 で、反比例と言われたら、絶対に思いつかなきゃいけないのは、まずこれ。y イコール x 分の a です。これが反比例の、いあの、形ね。で、セットで覚えてほしいのは、こいつの変形ですけど、a イコール xy っていうのも反比例の時は使えるので、覚えておくといいです。っていうのは、今、x が3のとき、y が2って問題に書いてあるんだよね。 で、基本で A を求めたいから、ここに2を入れて、ここに3を入れて、計算してももちろん全然いいんですけど、まあこれ覚えておいたら、そうだ、A って、X と Y かけたものだから6じゃんってすぐわかるんですね。で、A がわかれば、あとここに戻してあげるだけなんで、Y イコール X 分の6。今回式求めろっていう問題だから、これで終了です。いいね。で、5番です。 あのー、このね、あ、ほにゃららの数字の平方根はって聞かれる問題がたまに出てきます。で、意外とこれ抜けてる方多いはずです。まずちょっと一回動画ここね、見てくれてる方はちょっと考えてください。14の平方根なんだ言えます ?14 の平方根です。もしそれかけって言われたら。これ答えは、プラスマイナスルート14ですからね。平方根を聞かれたら、その数字にプラスマイナスルートをつけます。 だから、12の平方根って言われたら、プラスマイナス、ルート12なんですけど、ルート2、ルート3みたいな。こんな感じです。これが平方根のルール。で、ただ、今回ちょっと珍しくて、その平方根のうち、正の方だけ、ま、正の数であるものを答えなさいって言ってるから、答えの欄には、ちょっとこっち伸ばすわ。答えの欄には、プラスの方だけ。正だから。だから、ルート14。こっちだけを書いてください。 いいかなこのね、あの出し方初めて見ましたけどね。よく出てくるのはこれ。14の平方根はいくつですかみたいなのは出てきますので、ぜひ覚えておきましょう。平方根はプラスマイナスルートをつければいいです。で、6番いきましょう。えー、底面が一辺6センチ書き忘れちゃった。ここね。6、6。正方形です。それの、えー、ここ声が。えー、四角錐がありますと。で、こいつの、今回高さを求めなさい。この赤の部分ですね。 で、高さは、ま、H を使うことが多いんですが、まあ、計算上、H 慣れない方多いと思うので、まあ、求めたいから X にしましょう。ここ求めたいです。ただ、その前に確認。え、ほにゃらら水。あ、これ水ね。まあ、今回ちょっと問題はひらがなになってましたけど、漢字で出てくることもあるので、ほにゃらら水の体積。公式があります。これは覚えましょう。ほにゃらら水っていうのは尖ってるやつね。これ尖ってるの水っていうんですけど、こいつの体積の公式は、底面積。今回で言うとこの、この正方形です。下ね。 ここが底面積かける高さかける3分の1ね。これがホニャララ水の体積です。で、ホニャララ中。例えば円柱みたいなね。中っていうのはこう筒になってる。こう、柱になってるやつ。これが尖ってたら円水になります。これ円柱ね。ホニャララ中になってたらこの3分の1が取れます。底面積かける高さが体積の公式になる。 だから、ほにゃらら中も、ほにゃらら水も、公式ね、しっかり押さえてください。で、今回体積が96と、ね、言ってくれてます。96ね。だから、もう公式に当てはめましょう。まず、底面積。この青のとこね。ここは正方形なので、正方形は縦×横。まあ、正しくは1辺 ×1 辺ですけど。だから、6×6 でできるから、66、36。これ、底面積。 かける高さがわからないから x でかけるホニららラ水だから3分の1をしましょう。で、それが今96ですって言ってくれてるから。これでもあとケア式は OK。あと解きます。ここを約分しちゃうと12になるから、12x イコール96両辺12で割ると96は12割り切れますので答えが8と。これで終了となります。いいかな。 あ、単位あるから1000近いとこか。ごめんごめん。こうだね。では7番いきましょう。え2つの整数 mn について、計算の結果がいつも整数になるとは限らないものを選びなさいと。まあ、選択肢出しておきます。この辺にね。まあ全部 m す n m く n m かる m m ある n だから分かりやすいんだけどね。で、まずですね、まあ、こういうタイプの問題よく出てくるんですけど、皆さん、整数って何ですか言えますかここ大事。 整数は何ですか。で、これはですね。ゼロ、一、二、三、点点点点。まあ、続きますよね。これが整数ですっておっしゃる方、結構多いんですけど。整数はマイナスもいけます。マイナス二十三以内で点点点しちゃいますけど。これが整数です。ただ、まあ、見てわかるように分数とか小数が入りません。 そういうのがね。まあ、他の範囲内もありますけど、みんながよく使ってるこういった数字。これが整数だと思ってください。まあ、数直線でよく書かれるやつですね。で、もう一個セットで。ここ関係ないんですけど、覚えてください。じゃあ、自然数ってなんだっていう。整数覚えておいたら自然数もいけます。なぜかっていうと、このプラスゾーン。ここです。ここが自然数です。だからよく、正の整数なんて言われます。 整数の中で正正しいですね。あの、プラスゾーン。これを自然数っていう。0入んないからね、自然数には。まあ、このセットも覚えておいて、今回。まあ、問題関係ないんだけどさ。で、でこれで、ね、今、整数学が思い出したというところで、じゃあ、その足し算、引き算、掛け算、割り算したときに、答えが整数になるとは限らないもの。上げ足取ればいいよ。おこれその時何年じゃん。ダメじゃん。って言えればいい。じゃあ、どれかっていうと、もうこれ結論から言います。これ、A です。答え。 m ÷ n ね。この時がなりません。まあこれは何でもいいです。なら,な,らない時考えたらいいんだけど、もう分かりやすいところで言うと、じゃあ、1 ÷ 3はって、これ0にしてね。0。これ、3分の1ですよね。入んないでしょ。ものに、これまあ0.3333ってなってるからさ。だから整数になりません。もう1個でも上げ足取られてるから、なるとは限らないものって言ってるんで、だからもうこれが正解です。 足し算引き算掛け算はどんな数字ど、どんな整数を入れても絶対整数になります。崩せませんから。だからこれが答えになりますと。いいかな。まあ、今回問題が解けるってことも大事なんですが、整数なんですかって、自然数って何ですかっていうのは絶対押さえておいてください。中1の最初にやってるんですよ。でも意外と言えない方多いんで。いいかな。 で、ラスト8番行きましょう。こいつです。y コールマイナス4分の 3x 二乗。で、もしこの問題間違え、あ、と、自信なかった方は、一回フリーハンドでいいから、ちょっとみんなのノートに書いてください。ポイントは、下ね。まあ、上にとつだけど、こう、下カーブになってることだけ。まあ、マイナスだからさ。こ、こっちのカーブじゃダメだからさ。これだけ書いてください。で、結論から言います。これも答え。答えから言うと、これ、あと、えです。あと、え。まあ、もちろんここでね、丸つけで止めてもらっても構わないんですが、 で、まずちょっと、いとうからいきます。なんで違うのかだけ確認させてください。まず、い。あ、これも選択肢出しておきます。編集でね。x の値がどのように変化しても、y の値が増加することはないって書いてあります。まあ確かにマイナスついてるからね。まああの、ずっと減ってす、減ってき、減っていきそうなイメージありますけど、これ、ここで x 増加していくと、増加、こっちね。右に増えていくと、ピーってどう見ても y 増えてるからね。 このゾーンでは、ここ。まあ、第三証言とか高校生で言うんだけど、この左下のゾーンだったら増えていくでしょ。増えていくとあるやんって言えるから、いは×なんです。で、うは、x がどのような値、だからどこに x を置いても、y は絶対、まあ、絶対書いてないけど、負の数であると。これ、なりそうなんだよね。だって下にあるからさ、ただ一箇所だけ、ここがあるんですわ。ゼロ。負の数。 負の数ってマイナスの数なんで0入らないからね。0は負の数ではないので。だから0の時だけ、1箇所だけ負の数じゃないところを取るからうも違いますよねって。だから消去法で言っても、ああ、A の2つ選ぶことができるんですが、これも確認させてください。まず、えっと、A からいきます。グラフの開き方。関数 y イコールマイナス x2 乗のグラフより大きいと。まあ、関数の開き方がお、こグラフの開き方が大きいってあんまりね、入試で見ない表現なんですけど、ちょっと確認します。 皆さん、y コール -x 二乗。このグラフを書こうとしたら、このね、今書いてあるグラフの中ですか外ですかまあ上には来ないからね。どっちこれが分かると嬉しい。もう一回言うよ。この y コール -x 2乗が、このグラフより中の内側にカーブしてるか、外側にカーブしてるか、どっちですかはい。これ結論内側です。まあこれ最近のね、こシュシュシリーズにも何問か出てきましたけど、こうなる。 で、なんでかっていうと、ここの数見るんですよね。今マイナス1がありますと。ここマイナス4分の3がありますと。これどっちがマイナスパワーがでかいですかっていうと、こっちの方がでかいですよね。マイナスパワーだよ。あの、正の数を比べたらこっちの方が大きいになっちゃうんだけど。マイナスとしてのパワーがでかいのはこっちです。つまり、マイナスのパワーがでかいっていうことは、X に数を入れると、マイナスのパワーがでかいからどんどん落ちてくんです。早めに。下に、ね、つまり、内側。 どんどんこう同じね、X が例えば3みたいな値を取っても、ここの値ともっとね、マイナスのパワーが強い方が落ちてるわけだから、だから内側に入ってくる。マイナス X2 乗はね。で、グラフの開き方が大きいっていうのは、このね、外側に広がってるのが開き方が大きいって表現をします。だから、マイナス X2 乗の、えっ、ー、と、グラフ、 こいつよりも元々のグラフのが外に開いてるじゃないですか。だから開き方が大きいってなる。つまり絵は正解になりますと。で、ラスト。あね。変化の割合は一定ではない。変化の割合って一定なイメージがある方多いと思うんですよ。一定ね。で、これ変化の割合が一定なのは一次関数です。例えば、y イコール 5x-3 ってあるじゃん。これ、傾きと切片って名前多分ね、覚えてる方多いと思うんですけど、ここ。傾きは別名変化の割合です。一次関数で言うんだったら。こうなる。だから、一次関数でこれね、x だよ。x2 乗になると二次関数だから。あ、直線の式。で、この時は変化の割合一定です。ずっと5だから、変化の割合は。 だけど、二次関数はこれ変化の割合とは言わないので、一定ではないんですよ。そう。まあ、ここ覚えておいてください。いいかな。こんな感じで以上8問でございました。あのー、今回ね、もちろんね、まあ、今回だけじゃないけど、間違った問題はいつも言うように、ぜひね、復習してください。で、あのー、例えば、この8問やった後に、2問間違った通じゃないですか。間違ったとか不安な問題が2問あった時に、また全部やり直す必要はないと思っていて、 ぜひ、例えば6番と8番だけ怪しかったら、あの次の日とかも6番と8番だけやんな。YouTube の授業動画って、俺の時に俺の動画とか戻せばさ、その6、8だけできるじゃんか。で、早送りすれば丸付けできるじゃん。6、8だけ。みんなが必要なところだけピックアップして、あの、確認してもらえればいいので、ぜひ効率よくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は高校受験対策の終シリーズ、第91弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。 ありました